ビルヘルム・フォン・ツバイブリュッケン男爵ビルヘルム・フライ・ヘア。フォン・ツバイブリュッケンは、ブルボン朝末期、フランス及び、バイエルン王国の軍人。ツバイブリュッケン男爵、トゥイコール・ポン子爵。フランス語名は、ギヨーム・ド・ルゥポン。プファルツ・ツバイブリュッケン公、クリスティアン・四世とその帰先婚の妻で、フランス人ダンサーのマリアン・ヌ・カマスの間の第二子、次男。署名はフィリップだったが、 後に自ら、ビルヘルムと解明した。1775年3月30日付で、父公爵の最下により、フォン・ツバイブリュッケンの貴族性を得る。1782年、フランス王の最下により、同国のドゥイコール・ポン氏爵位を得る。1792年1月31日、父の後継者だったいとこの公爵カール・アウグーストの最下で広告の男爵位を得る。 アニクリスティアンと共にフランス軍に士官した1757年3歳の時に父の計らいによりフランス外国人連隊の一つでスバイブリュッケン広告領民で構成された王立ドゥポン連隊の士官に任官している。ロシャンボー将軍指揮下の臨時士団に組み込まれた同連隊の一員として1781年アメリカ独立戦争においてが州国側で参加し、 ヨークタウンの戦いなどに従軍した。この時、ビルヘルムは、シンシナティ教会会員となった。フランス革命後は、バイエルン軍に移り、同国のハルチアーコノエレン隊の連隊長及び、将軍となった。死後、遺体は、ミュンヘンの旧南墓地の中央通路沿いに埋葬された。1780年、王妃マリー・アントワネットの長身。 ポリニャック公爵夫人のイボィモートマルティーヌアデライド、ドポラストロンと結婚。マニー4人の子を設けた。ヨハンクリスチャン・フォン・マンリック、ロコ・コント・レボリューション、ミトラー・バーラグ、ベルリン1913、S205 ハット、ジーニア・ロジシャ・セーテツ・アガッチン・ハット、ジーニア・ロジシャ・セーテツ・ア・ガッチン・ハット、ジーニア・ロジシャ・ア・ファミーリエ・ハット、フランゾシッシュ・ベブ・ザイタ・ツ・ア・ファミーリエ・デ・ベル、ダス・ジナント・パル・ウンター・ナンバー、セブンティーン。 ありがとうございます。